はい、皆さんこんにちは。日々お仕事お疲れ様です。社長と従業員が輝いて、お客様が感動し、増収益の軌道に乗っていく、そういう第二創業を支援する企業軍師ガリューです。皆さん、周回軌道の罠ってお気になったことございますでしょうか。まあ、あまりないとは思うんですけれど、太陽の周りをですね、8つの惑星が周回軌道を回っています。これはあまり主婦と知ってもらうとですね、よろしくないんですけれど、人生経営も企業経営もいくらでもシフトしていくことは本来可能なんですね。しかし振り返ってみて、いや5年前10年前とそんなに変わり映えしないなっていうケースも残念ながら、まあ、多いものです。企業規模もですね、まあ、分離すると、まあ、零細中小企業が全体でね、もうまあ 90% ぐらい、まあ、はるかに超えてくる、まあ、大多数ではあるんです。でこれは従業員数で見ていくと、まあ、大企業1000人超えという形なんですけれど、まあ、経営の、まあ、自分の中でですね、自分の代で、まあ、1000人超えていく、まあ、これは一つの目標なんですけど、なかなか到達しない。だけどこの規模を大きくするってことはとても意味があるんですね。これは企業規模と生産性の比較なんですけれど、まあ、当然大企業になっていくとですね、業種を問わず、まあ、生産性は高くなります。まあ、生産性っていうのは一体何かというと、まあ、総付加価値、まあ、粗い総額でもいいんですけど、その従業員数で割った生産性ですから、付加価値の高い仕事に年々シフトしていかなくては、まあ、これ会社の発展もないし、で従業員も給料が上がるということはないんです。でこの中で見ると、やはり大企業になった方が生産性が有利になるということなんですね。ですから本当の働き方改革のゴールは生産性向上だというふうに私はまあ思っています。しかしこの生産性向上のチャレンジする前に、まあ、会社を作ってもですね、まあ、20の出すともう5割以上が消えちゃう。じゃあ残ってる5割もどうかというと、黒字企業は3割、まあ、誠にそういう点では、まあ、経営は大変難しいものかもしれません。で人生はですね、1回しかないと。これは全員万人共通のことなんですね。ですからやれる時にやらないことには意味がないんです。まあ、ぜひ、まあ、この第二創業という経営手法を使ってですね、皆さん思い切って軌道をですね、シフトして見ていただきたいなと思うんです。でこれは今まで、まあ、できなかったんじゃないんですね、まあ、やらなかっただけですので、やりたいっていう経営者の方を、まあ、私は数多く支援してまいりました。まあ、一つの事例がソーラスという会社をですね、ご紹介したいと思います。これ製造のメーカーなんですね。出会った時、なんと倒産寸前の状況でした。それが5年で世界一になっていったんですね。私の志は、人を大切にする企業を増やすことによって、高度工業社会の一部を照らすと。もう物は溢れてる。もう高度工業化。情報も溢れてます。金融も溢れてます。だけど日本は国連調査で幸福度順位57位。唯一足らないのは高度幸福化なんです。それができるのは、オーナー経営者の足元から、従業員その家族からやっていくことはできるんじゃないかなっていうことで、この勉強会の輪を台湾、中国にも広げています。特に台湾の場合、311の震災の時にですね、230億円の義援金をいただきました。そのお礼を兼ねて年1回ですね、感謝の講演会に参っております。これは物語コーポレーションの小林さんという方と一緒に行った時なんですけど、私、感音ハガキの時間というのを勉強会で取ったんですね。台湾の完成ハガキを用意していただいて、振り返ってみると、この方があったから今の経営はあるという、まあ、ご恩を今こそ表現してみたい方にハガキを書いてくださいという時間を取りました。まあ、会場にいた、まあ、70名ぐらいの経営者の中で、まあ、10人ぐらいの方がですね、涙ぐんでました。やっぱりそれはやっぱり、まあ、何かね、人生経営の中でも苦しかった時に、あの人があったからだっていうことだと思うんです。でその会場でですね、別々の場に座ってた社長と社長夫人が、まあ、なんと私のところにハガキを書いて持ってきたんですね。右の方にあるのは、まあ、社長夫人、ちょっと中国語なんで分かりにくいんですけど、社長の方はですね、日本語を書けますので、まあ、読むと、まあ、18年間私と家内は、まあ、地獄にいましたと。今は人生一番幸せな天国に来てますという、まあ、私にハグしていただいてですね、まあ、泣かれまして、でその時に、まあ、すごいお申し出をいただいたんですね。まあ、私は社会企業活動で日本の子どもたちに講座しの授業をするという団体を作ってまして、ガリ先生が存命の限り毎年その団体に100万円振り込みますという、お聞きな、お長生きしようと思ったんですけれど、で、まあ、最初、まあ、実はですね、社長夫人が台湾での私の勉強会に訪ねてきました。
模造品メーカーが出て一気に売り上げが流出、銀行貸し渋り、先月から給料の遅滞が始まりました、先生何とかしてくださいという、もうこれアドバイス間違ったら完全に潰れるのかと、まあどうするかということですね。まあ皆さんだったらどうアドバイスするでしょうか。私はまず最初に言ったのは、とりあえず社長を連れてきてということです。まあ実は会社ってほとんどもう社長次第なんですね。ですから社長に会わないとということで、で社長に来ていただいて、まあ私の講座をまあ受けていただきました。その時に私まあ、5枚ぐらいのシートでふと、まあ、ソーラスというあだ名なんですね、社長の名前が。ソーラスのシートって数字しか出てこないねと。だけど数字は誰が作るの？あれ、まあ、現場の人だよねと。現場の人はどうやればいいものができるか、どうやったら営業売上高が伸びるか知ってると思うよと。その知ってることをやるパワーに置き換えなくちゃいけないのに蓋してるものがあると思うよという。だそうなんですかって、え、私ですかって、そうだ君だと、まあ、実は社長夫人から聞いてたんですね。まあなんかまあ東大出られて、まあ流体力学で博士号を取られて、まあ、彼の理論で世界の造船技術の中の一部成り立ってるんですが、世界一の理論を持ってるのになんで世界一のシェア取れない、これは現場の従業員がサボってるからと。もう現場を回っては小言苦言叱るっていうことをやるもんだから、もう現場の方々社長の機会を察すると消えていくという。社長室に書類届けるときもですね、先発隊が今社長いないぞと言うと一斉に書類が来るような、まあそういう場だったんですね。だから君が変われば会社は変わるんだよという。でもしも死ぬときに後悔しそうだと思ったら、何を本当にこれしたいんだと思ったときに、ふと彼は言ったんですね。世界一自由が幸せな天国のようなメーカーで社員と一緒にスクラムを組みたい、言葉が出てきたんですね。じゃあということで私は2つのアドバイスをしました。実は1つは従業員と一緒に掃除をしなさいと。今従業員とコミュニケーション切れてると、汗を流して掃除しているとコミュニケーションが始まる。それから2つ目は、一番の関心事は数字じゃなくて従業員の家庭が幸せかどうか、それに思いを置きなさいと。するとまあ彼、そんなんで大丈夫ですかっていう、多分ね、調子がいい時だったら絶対聞かなかったと思うんです。まあ、しかし笑おもつかむってこういうことかと、まあ、本当にその2つを素直に実践し始めたんですね。そうするとなんと5年で世界一企業に駆け上がっていったんですね。まあ、実はメインの製造物は小型ボートスクリューと、日本の大手のボートメーカーのスクリューほぼ 100% シェアで納入をしています。で社長の思考が変わるとどういうことが起こるか。現場を締め付けている時には倒産寸前、しかし大家族主義、要は従業員の家庭の幸せ第一、大家族主義を取ったらですね、日トップに上がっていったんですね。年商50億で経常利益10億、まあ毎年お小遣い付きで従業員とその家族の子どもたちも一緒に海外旅行という会社になっていきました。この倒産寸前の会社がですね、今どうなったか、近況をですね、映像で見てもらったらと思います。所谓大家族经营，就是我们想要创造的一个经营模式。这个模式就是我们可以彼此相爱。当我们看到家人有所不足的时候，我们晓得就是我们贡献跟付出的机会，我们不会去责备他们。也因为这样的环境，大家可以无所顾忌的去把自己独一无二的潜能发挥出来。当我们互相砥砺之后，我们可以得到每个人成长的机会，每天都可以开开心心的来公司工作，然后创造最好的产品来服务社会，所以自然而然这样的公司是可以很有利润的，然后很轻松的，我们可以共享一切，我们都可以过一个丰盛、喜乐和开心的人生，这就是我们的大家族。在工作上，我们彼此尊重，彼此信任，在生活中分享成就与荣耀，也相互陪伴与支持，走过生命中的幽谷。淑华在公司服务已满16年，除了工作上的挑战，老天更给了她生命中前所未有的重大考验。接连生了2个宝贝女儿，
买了房子，生活越趋稳定之后，第一个考验也悄悄地来临。某天夜里，一向平静的家中竟然来了凶狠的讨债人。为了家人生活的安稳，几经挣扎的淑华与先生只好将房子卖了来偿还婆婆欠下的赌债，并在董事长善意的安排下住进了董事长暂无人居的小公寓。但是上天的考验还不仅如此。14年5月19日，记得很清楚，5月19日就那一天就这样搬进去搬回家里住。然后在同一年的11月，姚欣就白血病发病。然后其实，在那时候那样的打击啊，其实公司给我很大的那个支持，在这里说同年之间的关系，还有其实我刚开始好几个月就是没有办法上班，那公司也很多同仁就是发起就是为我们募了款，将近10年的时间。这段时间又加上说他换完骨髓之后也没有办法正常到学校上班，那我们经理就说如果他没有办法正常去学校上班，要不然你把他带来。那那段时间也很感谢，就是公司就让我把姚欣给姚欣一个位置，然后就是让他在这边每天跟我这样同进同出上班。然后有2年的时间，那两年时间是他，是应该算是他渐渐懂事之后，他很快乐一段时间，就是他能够受教育，这是他很在乎的。对，然后虽然很遗憾他还是离开了，可是我觉得他有好多好多人爱他。你看那么多的在搬入我这个大家庭里面，有这么多的叔叔阿姨，然后伯伯，这样子从小看着他长大，然后照顾他，然后就是无时无刻给他很多的关心，这是我很感谢的。然后也很谢谢大家这一路以来陪伴我走过这2年很低落的一年。然后我相信在大家的支持跟照顾之下会越来越好。那也很谢谢就是董事长给我们一些諮商的课程，其实他对我的帮助有很大，然后让我能够在我很走不出的那些伤痛跟哀伤的时候，有諮商老师的照顾，还有諮商老师的开导跟引导，我觉得我渐渐能够放下这件事情，然后也希望就是能够开始走向不一样快乐的人生。然后我会把对姚欣的那一份爱，然后希望有机会能够就是也能够将这一份爱跟更多人分享。我在35岁毅然决然地离开台湾大学出来创业，那时候创业的理念就是和谐诚信，学以致用，发挥潜能，造福人情。在这30年来，我用这种精神来对待我的伙伴，我去爱他们。如果说他们有什么困难，我都会给他们充分的支持，还有信赖他们。我相信放在一个岗位上，任由他去发挥，然后做出最好的这个表现来，因此使得公司的这个品质提升，成本下降，渐渐的就成为世界第一的楼奖王国。那因为经营的良好，所以获利再拿利润来分享给员工。例如说，我们会去举办1年1度的员工海外旅游，员工除了自己之外，还可以带他的眷属、小朋友一起出国去旅游，让员工呢可以去打开这个国际视野，然后我们就成为一个幸福企业、快乐职场。般若成立至今30年了，
像茂瑶这样共同走过20年以上的伙伴还有31位，像淑华这样，我们每天都在各自的故事里努力的认真生活，体验人生。有缘在般若相遇，陪伴彼此走这一段旅程。在这里，我们可以毫无顾忌的把自己交托给家人，分享生命中的欢笑与泪水，互相砥砺，然后为彼此的伟大与贡献庆贺。はい、皆さんどう思われたでしょうか。本当にこういう会社があったら、もう自分の子供も入社させたいと思うと思うんですね。この倒産寸前のソーラスという会社がですね、5年で世界一なのを見て、台湾の経営者の方々がガリウマジックというふうに命名していただきました。実はソーラスがハグした後ですね、台湾の経営者の方々が、もう私も私もと、というのは台湾でもう一社も倒産から救い、台湾で私の第二創業の指導を受けて5社が世界企業になっていったんですね。そういう点では本当ね、台湾の方々って素直力すごいなと思います。で、こういう言葉があります。思考に気をつけないといつかそれはポロッと言葉になっちゃうと。その言葉を使い続けているといつまでか行動になると。行動を繰り返しちゃうと習慣になっちゃう。その習慣がいつまでかあなたの性格になって、その性格が運命を作ってしまう。これマザーテレサの言葉なんですね。本当すごいなと思いました。まず思考というものが川の流れの一番の上流になるんだと。その源泉の水がきれいだと運命もきれいなものになっていくよということなんですね。ですから今日の皆さんの一人一人の思考がそれぞれの会社の10年後の企業像を決めていきます。ですから会社とは社長を推す鏡なんですけど、もう少し掘り下げると会社とはトップの思考を映す鏡なんですね。で、会社の姿を一本の木に例えていくと、今までも強風もありました。で、今まさにものすごい暴風が吹いています。そんなで耐えながら伸びていって、大樹にやはりならなくちゃいけません。大樹新婚という言葉があるんですね。これは宮大工の西岡常和さんの言葉で非常に私も感銘を受けました。20メーター高さの木であったら20メーター根は下に張る。10メーターの枝ぶりだったら根は横に10メーター張るものだと。見えない地面の下の形通りに上の木の形は現れていくんだという大樹新婚なんですね。会社というのはもちろん信用が第一なんですけれど、信用でもそうですし、利益も全部その現場でしか生まれません。その果実というものを考えたときに、何が根幹、根幹が最も大事なんですね。根っこはトップの思考になります。具体的には志だったり使命感だったり思想哲学情熱、そして幹にあたるものが業態開発と人材育成と理念の社風化という、この根幹が大事になってくるんですね。ですから私もお手伝いするときには根幹から押さえていきます。先ほどのソーラスの場合もですね、トップの思考が変わったことによってソーラスという会社の形が変わって世界一になっていったわけなんですね。日本は過去2回ほどの沈没の危機がありました。幕末の植民地化の危機、戦後焼け野原からの復興の時がありました。その時には昨日まで全く無名だった若者が立ち上がっていったんですね。若者の特権はもう固定概念なく、やるべき理想、志に挑んでいくというものでした。その中では新しい人材育成の形というものも光る場面が出てまいりました。国家の非常時には非常時のやり方、人材育成のあり方があります。黒船来航から明治維新までの15年、敗戦からもう戦後ではないと言われたまでの11年間、たくさんのですね、先人が理想に挑んでまいりました。今私たちの行く手には、タイタニック号がぶつかったような大きな氷山が待ち受けていると。しかし進路を変えればいいですね。私たちは大企業のようなタイタニック号ではないかもしれないけれど、ヨットかもしれません。しかしヨットというのはですね、前から風が来ても後ろから風が来てもトップの意志力で帆を変えていくことによって風をつかむことができるんですね。
そういう点では非常時こそ、これから変わっていくチャンスだと思います。社内が緊張感に満ちている今こそ思い切って変えていくチャンス、それも改善活動じゃなくて思い切って10年後に常識になるような、そういうものを発掘して磨いていくチャンスじゃないかなというふうに思います。トップの思考で製品の 99% は決まります。この大変革時代、もう一度トップとしての思考、そこから思い切って切り替えてくるよって、ソーラスのような、素晴らしい代理創業が生まれてくるチャンスもたくさんあるんじゃないかなということで、今日事例をお届けしました。どうもご清聴ありがとうございました。